最悪。本当に。どうもバキロです。今日はですね、借金持ち節約貧乏人男である私の貧乏人が給料日前に病院に行ってさらに貧血になる一日を見ていただきます。現在の時刻が8時22分です。いきなり昨日の話になるんですけど、都内に住んでいる先輩方か、私郊外に住んでいるんですけど、何十分も電車を使って会いに来てくれて、ご飯連れてってもらって、それが楽しすぎて、昨日夜の7時くらいにも疲れすぎてお布団入ってたんですけど、でも全然寝れなくて5時間本当に布団にいただけで12時に寝ましたね。寝れないんですよね。そんなことはさておきですね、今日なんで私が病院行くかと言いますと、精神病を患っていまして、よくないんですけど病院を出なかったり行ったりとかの繰り返ししてて、また今回も初心の病院に行こうっていうことを決めまして、で今日がそれなんですよね。今日が16日で給料日前ということなんですけども、バイトも精神的にきついのでお休みさせていただいてたので、給料日になったとしても給料大して入ってないんですよね。なのでいろいろとまずいです。ようやく病院行けるということでいいかなって感じですね。答え方合ってますかね。今日絶対にやらないといけないことは、精神科行く際にこのお薬手帳を持っていくことですね。どういうことかっていうと、私はもともと鼻炎持ちなので鼻炎のお薬を処方していただいているんですけど、そのお薬を飲んでいるっていう情報をもし精神科医の方でお薬処方していただいた時に伝えてなかったら変な副作用とか起きる可能性があるので、それは避けるために絶対にお薬手帳は持ってって向こうのお医者さんにもこういうお薬を処方している上でこれ出してくださいみたいな、そういうやり取りをねしないといけないので、絶対にこのお薬手帳は持っていきます。これ持っていかなかったらもうマジ自爆。バイトとか本業のお笑い芸人の活動をお休みさせていただいてたのですが、我ながらそんなほぼ軽症っていう感じなので、この YouTube の活動も徐々に復活できたらなって感じです。本日の一日の流れに関しては病院に行くだけです。完全に暇人ニードなんでね、本日も一日よろしくお願いします。よう、はい、おう、
そんなすれ違いある？帰ってまいりましてですね、現在の時刻が10時29分です。私、今までで精神科3件行かせていただいたんですけど、こんなに優しいのっていうくらいのお医者さんでした。びっくりしました。こんな人いるんだっていうくらい。親身になって話聞いてくださった結果、躁うつ病でしたね。躁うつ病っていう病気は私も結構本とかで今ちょうど調べていた病気だったので、なんとなく当てはまる部分もあれば、そうですね。私は以前の動画でもお話ししたんですけども、精神病に関してを軽い目で見てたっていうところがあるので、それに実際自分がかかってしまったっていう人間なんで、なんていう感情なんでしょうね。本当に人をいじめてきた人がいじめられたみたいなことで、やられたらやり返されるっていう、まあ言い方も違うんですけど、小馬鹿にしてた病気だった分、余計に自分が発症したっていうことで変に複雑な気持ちはありますね。ただしっかり向き合って治療に専念していきたいと思います。小馬鹿にしてきて今病気を一生懸命知ろうってなっている時点で、言い方良くないかもしれないですけど、ちょっと成長できたのかなっていうふうに考えて、この後お薬を飲むんですけど、お薬飲む前にもちろんね、胃に物を入れないといけないので、16時間断食は済んでいるので、今から軽飯作って胃にご飯入れてお薬を飲みたいと思います。今から作る食べ物なんですけど、これがね、昨日のポケモンどこ行くっていう番組があるんですけど、それでポケモンレジェンドアルセウスで食べていた芋餅をね、テレビで作ってたので、それを丸パクリ再現をしたいと思います。あ、いい音してきた。ジュージューってお、やってるできた。お気に大好き。そしたらここに、麺、
いただいたお薬名はアリピプラゾール、気分を落ち着かせる薬っていうことですね。お医者さんが言ってくださったことは、私がメンタルの浮き沈みが激しすぎるので、それを和らげれるような効力を持つお薬ですね。これを毎朝食後に飲むという感じです。あー、コーヒーで飲むとこやった。危ない。ちょっと待ってくださいね。一緒に食べよう。はい、待ってよ。はい。それやばい、本当にイライラする。なんで16時50分です。最近ねすごいイライラするんですよ。若い頃の自分だったらもう理不尽に当たってました、本当に。まあ、今は誰と待ってないのもあるし、自分を改善しようって思ってやってきてるので、人に当たるとかそういうことはないと思うんですけど、足がねピクピクなるのとイライラが止まらないですね。悲しい。
本日も一日お疲れ様でした。現在の時刻が18時25分です。早いんですけどね。最近は19時20時になったらもう布団に入ってますね。今日もなんか寒気がして、ちょっとしたところで異変って感じるじゃないですか。お風呂入るときシャワーなんですけど、シャワーのお湯であったかいけど寒気するみたいな感じがあったので、多分そろそろもう寝転がっちゃうんだろうなっていう意識ですね。考えですね。めちゃめちゃ寝る日と寝れない日っていうのが交互に起きて、今寝れない日なんですよね。どうせ今日も寝れないけど脳みそが寝てるからお布団で寝っ転がって、で自分自身と格闘するんだなって考えたらゾッとしますね。自分が躁うつ病って診断されると思ってなかったので、うつ病関連っていうのは真面目な人がなるって聞くので、もうちょっと適当に生きれるような思考になれるようにのんびりいきたいと思います。あとケトルめっちゃいいんで、ケトル本当に私のイメージカラーにも合ってたしね。全身白っていう、電気暗くしてもいい感じにおしゃれに見えるし、おしゃれケトルっていうのは今まで持ってなかったのですごいいいなっていう感じですね。詳細に関しては概要欄載せてるので、よかったらチェックお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは、借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画と節約術、いろんな動画を更新していくので、今後を見てくれるという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram など SNS やってるので、概要欄からチェックしてフォローしてくれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。